ちゃんとわということでね、ここどこか分かりますか？分かんないです。なんと、はい、我が町柏です。わ、はい、なんとですね、はいはい、今日は見てください、モギチャンネルでもあのお世話になっています、はい、葉月さんが、ツアー2022アム・アイア・ルザ葉月さんが、なんと今日ツアー初日ということで、すごい柏からなんですね、初日が。そうなんです。だからあのちょっとこの私たちもね、あのぜひ見たいなと思いまして、はいはいはい、はい、見てですね、やっぱ小木ちゃんがいるから柏を初日に選んだっていうことでも過言ではない。多分そうらしいです、ね、ですよね、はいはいはい、そうみたいなんで、ちょっと今日はガンガンズンズン盛り上げていこうかなと、上げていこうよ、上げていこうかなと思っております。もしかしたらあの呼ばれる可能性あるんで。本当ですか、小木ちゃんって。今日はもうしっかりあの練習できたんで。あ、入ってますね。そうなんです。あ、すごい似合う。アージーあれか、あ、ちょっと暗くて分かんないな。分かります、これちょっと分かんないです。やべえ、でもいいっすね、すごくいいです、ね、どうですか。いや、すごくいいです、ね、あ、やべえ、私のバイク持ってませんねえかな。まあいいんだけど、はい、ということで、ね、はい、もう5分回ってしまってる、ね、早い、行きますか。はい、行きましょう、はい、宣伝しましょう。また終わってからまた感想を言いたいと思います。はい、よろしくお願いします。いやー、すごかった、すごかったですね。半端じゃなかったです。いや、なんか全然声出してないんですけど、なんか声が出ないんですよ。なんかわかりますか、この感じ。葉月さんだって何曲歌ってました？いや、かなり歌ってましたね。10以上は歌ってたっす、ね、ですよね。いや、すごいですね。やっぱソロはソロのいいとこが出てたライブ。なんかその、いろんな曲がありましたね。ですよね。曲調というか、はあ、なんだろうな、すごいね、なんかすごいパワーもらいました。本当になんかこう、なんて言えばいいのか、挑戦してる感じが、はいはい、いや、すごいいいライブでした、ね、初日ですもんね、今日初日って言ってました、ね、初日なのに、あの出来っていうのはな、完璧に見えました、完璧に見えましたよね。本当完璧だったなと思ってまた喋りがお上手で、喋りお上手でした、ね、MC が面白かったですね。 MC が面白かった、はい、これはこれからあと7カ所ですか、はい、あのライブ行く方楽しみにしてた方がいい。確かに曲だけじゃなくて MC も面白いし。確かに、ほぼ新曲って言ってましたよね。ほぼ新曲って言ってました、ほぼ新曲で、その知らない曲でも楽しめる、楽しめます、ライブでしたね。楽しめましたね。いや、すごかったな。いや、すごいな、新曲良かったっすね。良かったっすね。これまた世に出るのすごい楽しみですね。楽しみです。CD とかまた出すんですか、ね、多分出すんだ、出す、ね、だと思うんですよね。小木ちゃんもノリノリでしたもんね。いや、めっちゃノリノリでした、うん、本当に良かった。じゃあ今日の柏のはソールドアウトだったみたいなんですけど、はい、他のところはまだ多分チケットあると思うんです。 あ、そうなんですか、はい、梅田とか川崎とか、あと名古屋でし、名古屋で行けるはい、8カ所ぐらいですか。いや、これはぜひね、見に行った方がいいと思います。やっぱ生はいいですね。そうです。あとこれ、あ、これ葉月くん T シャツ、はず、あ、これ葉月さんらしいです。これ葉月さんの犬、ワンちゃんですけど、はい、あ、すげえ、あ、本当だ、可愛いっすね。あ、こういうのがあるんだ。FC ファンクラブですか、ね、FC に入る。あ、でもサイズ感ちょっともうちょっとバックしてみて。あ、でもね、そういうね、ちょっと上がダボっとして下がタイトな感じもいいですね。す、あ、下はこれ葉月さんのあれですもんね。こういう感じです、ね。あ、いいね。なんか今時だな、上がちょっとダボっとして。ちなみにね、これはね、XL でしたね。似合います、すげえ似合う、マジで最高ですよ、はい、いいな、マジで。これくださいよ、シャツ見てください、これ。あ、ここでね、ようやく、あ、アージー、これピンとしてめっちゃいいんですよ。よくないですか、これ。いや、めちゃくちゃいいです、マジで、ね、いや、これはいいよ、マジで。やっぱごつい人は似合いますね。ぜひこれも履いていただいて、はい、ね、これからライブ行く方、はい、こちらも購入、あの、来てね、ライブに参加すれば、はいはいはい、最高だと思います。最高のライブだったな、もう最高でしょ、はい、そんなところでしょうか。力をもらいました、本当に力をもらいました、はい、はい、では葉月さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
救われる幸せよりも少しの幸せを僕は迷わず選び続けるよ。ダブルで落ち込むくらいの悲しみや情けないほどのつらいことが寄り添っている方が僕にはそうちょうどいい。こんにちは、ちょうどいい人の幸せその中を見るとそりゃまあ嫉妬もするけれど、まあそれほど僕の歩いてきた道も悪くはないのさ。全く悪くない。ゆっくりいつもの川を越えて、やっと君に出会えたんだ。本当に本当の幸せはこれから作るんだ。作るんだ。人生の選択はいつも多すぎて閉じてしまいたくなることもあるけれど、次のページに何が待っているのか、何も僕は見たいんだ。俺にも見せてよ。ゆっくりいくつもの川を越えて、やっと君に出会えたんだ。本当に本当幸せはこれから作るんだ。いっぱいの波が押し寄せて、押し寄せてんわい、飲み込まれそうな生活さ。本当に本当の幸せはこれから作るんだ。一年さんだ。これから作るんだ。チャンネル登録は上。見たい動画は下。また見てくれよな。